確率論における結果とは、思考によって起こり得る結果のことである。思考の結果は一位であり、つまり、異なる結果は同時に起こらない。思考の結果全体からなる集合を標本空間という。事象とは、いくつかの結果を要素とする集合である。従って、合理的集合論の立場から、結果と根元事象は異なる概念である。例えば、結果のコイントスを2回行う。 思考の場合、起こりうる結果は、表 H、裏を T で表すとの4つであり、これらが標本空間を構成する。コイントスを2回行う思考で、少なくとも1回表が出るという事象は、以外の結果すべてからなる集合である。個々の結果は多すぎるため、または、それらは無数にあることもあるため、通常、結果を条件によって集合に分け、この集合のことを、 事象と呼ぶ。事象には確率が定義できると考える。ハーン・コルモゴロフの定理より、事象全体の属は完全化法属であることを仮定する。一つの結果だけからなる事象を根元事象という。思考の結果全体からなる集合をその思考の標本空間という。一つの結果は様々な事象の要素になる可能性がある。 標本空間が高高加算集合の場合、標本空間の部分集合は事象である。標本空間が非加算集合の場合、非加速集合である事象に対しては確率が定義できない。このような集合は事象から除いて考える。標本空間が高高加算集合の場合は、結果のそれぞれに0から1の確率が考えられる。 標本空間が非火算集合の場合は、結果のそれぞれの確率はすべて例であり、結果の集合である事象の確率を考えることに意味がある。一部の混合分布には、連続的な結果の分布といくつかの理算的な結果の両方が含まれる。そのような分布における理算的な結果は、アトムと呼ばれ、例ではない確率を持つ可能性がある。コイントスは、 最も簡単な確率モデルの例である。画鋲を投げた後の状態は、二つの結果が得られるが、それらの確率は等しくない。思考の結果すべては、互いに等確率である場合とそうでない場合がある。特に、標本空間が無限集合の場合は、非等確率空間である。例えば、コイントスの場合、コインが表裏で全く歪みがない形と仮定すると、結果の表と、 裏は同じ確率で発生すると考えられる。このように結果の確からしさが互いに等しいことを同様に確からしいという。一般的に運が左右するゲームにおいて使用されるランダム化ツールは全ての結果が同様に確からしいことが暗黙に仮定されている。形の非対称性を考慮したり、意図的に等確率性から逸脱するような仕掛けをすると等確率でなくなる。 連続型確率変数をはじめ、現実のほとんどの例は、同様に確からしくない。例えば、画鋲を投げる思考において、ピンの状態が上向きか下向きかは、画鋲の形が対象でないことから、同様に確からしくない。ありがとうございます。